ワンダフルタウンは日本の競争馬である。主な勝倉は2020年の京都2歳、ステークス2021年の青馬賞。馬名の由来は曲名。6月28日、阪神競馬場で行われた2歳新馬戦に3番人気でデビュー。後方追走から直線で追い込んでくるもダノンザキットの2着に敗れる。続く7月25日新潟競馬場の2歳。 未勝利戦は、道中4番手追走から直線で抜け出すと最後は、後続に八場審査をつけ初勝利を挙げた。休養を挟み、10月31日京都競馬場で行われた、ハギステークスでは、中段追走から足を伸ばすもののシュバリエローズの3着に終わる。11月28日の京都2歳ステークスは、道中後方待機から直線で据え、足を伸ばすと最後は、 ラーゴムさ3 4場審査をつけ重症発生波を果たした。爪の不安による治療により復帰が遅れ、予定していたサツキ賞をパスし5月1日の青葉賞に出走5ヶ月年ぶりの実戦だったが、スタートを決め、先行勢の後ろを確保すると、直線マンを持たして抜け出すと、内から迫ってきたキングストンボーイを鼻差しのいで重症2勝目。 日本ダービーへの優先出走権を獲得した。初の GI 出走となった東京優秀は5番人気に支持される。レースは中断で足をため、やや早めに進出したが伸びくれず10着に敗退。初の2桁着順を期した。以下の内容は、ヤビスサーチ及び NETKEIBA.com に基づく。ありがとうございます。